お前があいつの息子だと。知ってたよ、変な親父を持つとお互い苦労するよな。カレラン分子は幼年期放射と呼ばれるエネルギーを、光の塊を育てるの。それがリトルスターの正体。バカな、生きていただと。さあ息子よ、戻ってこい。僕のことを息子って呼ぶな。黒い巨人の映像をご覧ください。やはりベリアルに似ていますね。ウルトラマンジードが地球へ招いたのではないかという意見もあるようです。お前らの計画は阻止された。残念だったな。転送完了。おい、そろそろ泣き止め。歌手はウルトラマンジードです。早く分離しなければ完全に融合し、リクは二度と戻りません。そんなごめんなさい、今日もちょっと帰れないかも。着替え？あと何日か大丈夫。臭くないって。ただいま。ライハさん。臭っ。え？シャワー浴びた音がいいじゃない。ライハ、偉そうな声が聞こえるって話だが。威厳のある声がベリアルの接近を予言したの。以前にも聞こえたことが。やめなさい、君がすべきことじゃない。その声はおそらくウルトラマンキングだ。ウルトラマンキング？クライシスインパクトの崩壊からこの宇宙を守ってくれたじいさんだ。そんな力のあるウルトラマンなら、リクをキメラベロスから分離できるかもしれない。ウルトラマンキングに相談してみたら？難しいかも。声が聞こえてもすぐに途切れるし。キングのじいさんのエネルギーが濃く残っている場所がある。そこに行けば交信できるかもしれねえな。それはどこ？クライシスインパクトの始まりの場所、爆心地だ。
孤独だっただろう。戻ってこい、父のところに。俺はお前を一人にしない。僕を受け入れてくれるの？もちろんだ。俺たちは家族じゃないか。地球人、お前を完全には受け入れていない臆病な奴らだ。でも、僕のことを育ててくれたのは地球人だ。心の奥底では求めていたはずだ、本当の家族を。さあ、身を委ね、楽になれ。リクが減っていくよ。20時間経過。さあ、行くとするか。どこに行くの？決まってるだろう。好きだ。しゃっ！来たか、ウルトラマンゼロ。待たせたな。何度も生き返りやがって。お前との戦いは血がたぎる。行くぞ。私の生まれた病院、ここがもしかしてクライシスインパクトの起きた場所？よく来た、トバライア。あなたがウルトラマンキング？そう、君を待っていた。そうだ、いいぞ我が息子よ。どうして私にだけあなたの声が聞こえたんですか？君は母親のお腹の中で危険な状態だ。ご両親の必死な祈りが私の意識に届き、失われかけていた君の命を私は救い上げた。私はお母さんとお父さんの祈りで。そう、その結果私の声が聞こえる特質な存在となった。リトルスターが人よりも早く形成されたのもそれが原因だ。お願いがあります。彼を救いたいのだね。リクは大切な仲間なんです。分かった、君が連れ戻しに行くんだ、若きウルトラマンの魂。ここは？よくやった息子よ。これからは父と共に歩もう。さあ来い。リク、ダメ！ベリアルに惑わされないで。あなたはリク、桜リク、思い出して。キングか、余計なこと。地球のことを、あなたの夢を。あなたはみんなのヒーローなんだから。さあみんな、大きな声でダンサーを呼ぶよ。せーの。ありがとう。ごめんな。君の笑顔を取り戻す。 Here we go。
そろ行くよ。ライハ、リク、行きなさい。運命をひっくり返すの。分かった。ライハ。何？ありがとな。じーっとしてても、どうにもならねえ。ウルトラマンジード、主役は遅れてくる、前にそう言ってましたよね。はっ。ウルトラマンジード、キメラベオスから分離しました。やったー、ライハがやってくれたんだ。君の使命はまだ終わっていない。リトルスターをリクに届けます。お願い、届いて。私の祈り。俺の呪縛からどうやって抜け出した？僕には仲間がいたからだ。よかったですね、ゼロさん。ああ、そうだな。フォークスクリュージャング。ウルトラの父、剣には恨みが容赦せん。リトルスターを消すにはウルトラマンに受け渡すしかない。だがどうすればいいのか。ジード！ジード！
トラマンキング。僕はあなたを超えてみせる。融合。アイゴー。ヒアウィーゴー。我王の名のもとにウルトラマンキング帰るぜ運命ドアマンはジードウルトラマンチームロイヤルメガマスバカ、貴様、認められたというのか、キングに。あなたは強い。だけど、間違っている。心配かけた。無事でほっとしました。私たちの見解は間違っていたのかもしれません。よかった。リクやったね誰にもできないことをお前はやってのけた。誇っていい。はい
ただいま、ナイハ。おかえり、リク。そういえば、どうしてウルトラマンジードって名前なの？それはね、じっとしててもどうにもならないだよね。え、ちょっと待って、それって私の？あ、違う、遺伝子のジーンと運命のディスティニーの組み合わせだから。綴りが一致しません。あ、それでさ、ここの D と E をひっくり返してさ、運命をひっくり返すってことだよな、ライハ。好きにすれば。ライハからリトルスターは消えて、ウルトラマンキングの声も聞こえなくなったそうだ。ウルトラマンへの祈りがリトルスターの譲渡につながることが分かった。ベリアルス様、ベリアルの後釜を狙って宇宙支配を目論む者たちが行動を開始した。記憶を失った福井で K に迫る三面怪人ダダの魔の手。ベリアルの残した悪夢はまだ覚めることがないのか。次回ウルトラマンGド、夢を継ぐ者、帰れぜ運命。